1807年に刊行されたエストニア語による初の定期出版物エストフィリアとは、エストニア語やエストニア文学、エストニア文化、エストニアの歴史のほか、エストニア全般に共感を寄せるか、興味を持つ非エストニア人の思想や諸活動を指す。エストフィルズとも、タンギ語はエストフォビア。バルトドイツ人学者が、エストニア文化やエストニア語を文書化、進行し始めた。 18世紀末から19世紀初頭にかけてのエストフィル運動の諸活動を指す場合が多い。1918年のエストニア独立宣言やエストニア独立戦争、エストニア共和国設立をもたらす、約100年後のエストニア民族の目覚めを誘発する上で決定的な役割を果たした。北方十字軍以来、エストニア文化は社会的に相当よく圧されており、 支配的な文化を担っていた、つまり都市を統治し、犯罪同盟加盟により貿易をもつかさどっていたのはゲルマン民族であった。支配者が変われば新たなミームが流入する中、土着のエストニア文化は大部分が小作人に限定されてゆく。垂直的流動性が不可能ではなかったものの、市民化、地主になったエストニア人は自発的にドイツ化する傾向にあった。 この抑圧は仮想階級のエストニア人からドイツ人支配層を引き離すことになるが土着の文化を破壊するまでには至らなかった。また、スウェーデンによる支配からの比較的長期にわたる離脱により上流階級が趣味に興じる機会を獲得。中には土着のエストニア文化を学び、その過程でこれに共感するものも出たという、啓蒙主義時代には エストニア文化への関容が増し、無学の者に教育を施そうとする動きも見られるようになった。医療技術に関するエストニア語による初の定期観光物、ルーヒケオッペタスが観光されたのはこの時代のことである。エストニアの教養あるドイツ人移民や地元のバルトドイツ人は思想の自由や人類愛、平等といった概念を謳う啓蒙思想を取り入れたドイツの大学で教育を受けている。 また、フランス革命は、地元の上流階級に、小ク・みのり向け文学を創出する協力など機を与えてゆく。こうした中、アレクサンドル一世によって、エストニア南部のリボニア県で1816年に、ついで北部のエストニア県で1819年に、それぞれ濃度が解放されると、かつての奴隷身分の処遇をめぐり白熱した議論が、浮上することになる。バルトドイツ人はむね、 エストニア人が将来的にバルトドイツ人と同化するであろうとみなしたものの、エストフィル系の教養階級は13世紀にデーン人やゲルマン民族に征服される以前のエストニア人の古代文化を称賛。こうしてエストフィル系蒙時代は宗教色の強いエストニア文学から大衆向けにエストニア語で書かれた新聞への過渡期を迎えてゆく。 特にヨハン・ゴットフリート・ヘルダーの思想は、土着文化に価値を乱すバルトドイツ人インテリに多大なる影響を与えた。ヘルダーのヨーロッパ及びエストニアの民謡集に触発され、民間伝承を真理や自発性の自然な発露と捉えるように、その結果、学会を複数立ち上げ、学校教科書や新聞、除地紙、カレビポエグのような文学作品を出版。 オットー・ビルヘルム・マッシングやガーリープ・メルケルはエストフィルの代表的人物でマッシングは農民教育の支持者として知られ1821年にエストニア語の週刊誌を発刊するに至る。また、エストニア学会が1838年タルトゥに設立。フリードリヒ・フェールマンやフィンランドのジョージ氏カレワラをヒントにカレビポエグを書いた フリードリヒレインホルトクロイーツ・ワルトラが会員として参加した。信頼性のある民間伝承が比較的容易に収集可能であったため、様々な民話や民謡の記録に取り組んだエストフィルは多い。これにより、エストニア文学の伝統が発展した一方、膨大な量のエストニア語文献にあたるうち、聖書法の統一規則をまとめる必要にかられ、エストニア語の文法や、 発音体系の分析が進められていった。エストニア語の文法書は1637年にドイツで刊行。ヨハン・ファイン・リヒローゼン・プランターが1813年、エストニア語に関する初の学術雑誌を上司したのを皮切りに、1843年にはエストニア語の文法書がエドワルド・アーレンズ・ボクによりまとめられることになる。ただし、 後者についてはフィンランド語の一般的な聖書法を反としたものであり、かつて使用されていたゲルマンラテン語のものとは異なる。これはエストニア語がフィンランド語族に属し、フィンランド語に最も近い言語とされるためという。第二次世界大戦以降、世界中のエストフィルの多くは、様々な亡命エストニア人共同体と密接な関係を維持。最も活発なエストフィル組織は、 ドゥクラス協会であろう。エストニアの言語や文化の研究を進行するため、エストニア語研究所が毎年奨学金を提供。奨学金の目的は、エストニアの言語や文化に興味を持つ学生が、エストニアで調査、研究を行う際、資金提供するというものである。奨学金は、エストニア教育研究所が有し、ありがとうございます。